こんにちは。私は、日本を2月11日に出発しました。他是在2月11日的时候他从日本出发。それから韓国、オーストラリア、韓国、澳洲、インドネシア、シンガポール、新加坡、で、マレーシア、マレーシア、タイ、泰国、香港、香港、といって、台湾が一番最後の場所です。台湾是他的最后一站。ちょっとクタクタなんですけど、台湾の皆さんは X シリーズのファンが多いと聞いてます。他是说他听说了我们台湾X系列的爱好者很多。なので最後一生懸命元気出して説明したいので、他说他需要打起精神然后解说到最后。プレミアムコンパクトカメラ、再来就是高级的数位相机、ロングズームのアイテムですね。で、皆さんもご存知のように、X100 が2年前に出て、X シリーズの歴史が始まりました。で、今回のモデルは X100S と X30 それぞれの後継機です。それはこれからまた新しい X シリーズの歴史が始まることです。这就表示说我们的 X 系列的历史又开启了一页。新しいカメラを考えるときに、在考虑新的相机的时候、私たちは今の X100 と X10 のユーザーを分析しました。我们分析了 X100 跟 X10 的使用者。これは参考までに日本のインターネット調査の結果です。这个是供各位参考，是从日本网路直接对消费者做的调查。このデータは後で皆さんに提供しますので、等一下我会把这份资料数据资料提供给各位。はい、クンチョンからもらってください。请跟我们索取、跟我们分享索取。これは X Pro 1、X100、X10、X1 のユーザー像ですね。この青いラインがプロカメラマン。はい、今度は男女比です。なんと X100 ユーザーの 40% が女性です。で、購入者層の2番目に多いのが30代の女性です。那最多就是第二多的购买顾客，主要就是30岁年龄层的女性。で、X10 も 30% の人が女性です。X100 也是有30%是女性。これは富士フイルムにとっても、日本のお店の人にとっても意外な結果でした。这对于富士软片还有在日本的店铺的店家，他们都是非常吃惊的。なぜならば X100、X10 はマニアが使うカメラだと思っているからです。因为他们会觉得说 X100 跟 X10 其实是给非常喜欢相机、非常喜欢摄影的人多的使用族群的可能。ではこういう人たちが購入した理由は何でしょうか。这个应该就是他们购买X100 的理由。まず、DSLR を使っている人たちは、クオリティのことが中心です。他们就是以品质为中心。ファインダーとか、APS のセンサーが大きいとか、はい、レンズが高画質とか、そういう品質に関係するのです。ところが女性20代の一番の理由、長く使えるから。それからデザインがいい、外観がよくできている、あと、操作がしやすい。ですので私たちは新しいカメラを作るときに3つのコンセプトを持ちました。1つ目は変えてはいけないものがある。それはデザインです。さっきの結果が示しています。2番目は変えていくものがあります。再来就是第二项，就是我们要改变的。それは操作性。就是操作性能。で、ファームアップ、ソフトウェアでできるものはファームアップできます。那就是说，在软体的那个更新，还有韧体的更新，就可以改变。でもハードウェアに関するボタンやダイヤルのことは、新しい製品を出すときしか変えられません。但是在硬体，比如说像按钮跟转盘的改变上，就是它必须在
它不是这么容易改变的，所以就是在新的产品推出的时候，这个是一个很好的改变的。なのでハードウェアを変えるいいチャンスです。所以这个就是我现在就是我们改变硬体的最好的机会。でもう一つは進化していくものがあります。再来还有一个就是成功的进化的元素。それはデジタル技術です。这就是我们的数位技术。光学的な技術はなかなか進歩しません。光学技术其实是没有办法一直进步的。X 役も X10 も最高のレンズを搭載しています。那 X100、X10、他们都有。ですからデザインとレンズをそのままにして変えていくべきものを変えていく。これがコンセプトです。所以说现在我们就是把需要改变的部分改善了，这就是我们的设计的概念。はい。で一番変わったのがですね、一番の大きな変、進化がセンサーと信号処理器跟处理器的部分。センサーの名前は XR トランシーバー2。感應器の名称叫做 X transceiver 2。でセンサーの名前は EXR プロセッサー2。还有就是 EXR プロセッサー2。まずセンサーについて説明します。首先我们针对那个感应器的部分来做说明。はい、エクストランスシーモスというセンサーが富士フイルムのオリジナリティのあるセンサーです。エクストランスシーモス其实是我们富士软片的原创技术。これはモアレや偽色の発生を抑えて、这个就是可以抑制云纹现象还有伪色现象。ローパスフィルターを不要にした特別な配列です。然后这次就是不需要低功率镜片。はい、これを、X Pro 1と XE 1と同じものを使ってます。X Pro 1と XE 1都使用相同的。さらに今回のセンサーは X100 の12メガに比べて16メガに画素数がアップしました。X100 原先是解析度是120万画素，现在我们提升到了160万画素。はい。そしてこれが私たちが目指す画質目標です。这是我们的那个画质的目标。はい。通常の APS の領域というのは、ここ解像度と、SN ですけど。一般的 APS 的范围就是下面是解析度，旁边是 SN。はい。APS はこの辺ですが、フルサイズの領域。这个是全篇幅的。ここを目指していて、今回のカメラは、这次我们好就是追求的画质就是在刚才解像度も高感度も、フルサイズに匹敵する画質を得られるようにしています。那就是它就是它所呈现出来的效果会跟全篇幅的效果是一样好的。X20 も同じフィルター配列を持っています。是有一样的滤镜排列。でも今度3分の2インチで、エクストランシーモスというのは初めての製品です。那这个就是第一次3分之2寸的120万画素引起で X20 も常にワンランク大きいセンサーと同等の画質を実現するようにしています。那 X20 它也是提升再次的提升了然后展现了它的高画质的表现。このスクリーンでは見にくいかもしれませんが、今までのカメラよりもやっぱり一段シャープに。X100S 向こうに後でプリントサンプルを用意してますので、そこで説明させていただきたい。あとセンサーにはフェーズディテクションという位相差画素を搭載しています。那我们的感应器里面又放入了相位检测画素。この位相差画素によってオートフォーカススピードが圧倒的に速くなりました。那就是因为我们放了相位检测画素，所以我们的自动对焦变得很快。X100S は 0.08 秒、X20 は 0.06 秒。X100S 是0.08秒、那 X20 是0.06秒。どちらもクラスで世界最高の最速の速さです。两个都是在全世界来说是非常非常快速的、最快速的。はい、そして富士フイルムの位相差画素は、フォーカスのスピードを速くするだけでなく、那个富士软片它的相位检测画素并不是使快，是把那个自动对焦加快。画質設計にも使われているので、とても絵が綺麗になります。那它也是做高画质的设计，所以说整体的平衡非常漂亮。
それから動画性能も向上しました。X100 も X20 も 1080p と 60 フレームパーセカンド、この滑らかな動画です。そしてイソーサーがその高温度フォーカスも動画でも使えます。所以说它在这个部分它不只是对静态照片，它还可以在拍摄动画的时候做自动对焦。次に、プロセッサー、シグナルプロセッサーについて。那接下来我要说明 EX2 processor 2。シグナルプロセッサーは処理速度が2倍になりました。它的处理速度变快了两倍。それによって、いろいろなレスポンスが速くなっています。那它的所有的各种反应都变快了。はい、例えば起動時間、起動時間、ね、開機時間、はい、これ 0.5 秒です、はい、それから連写スピード、はい、それからシャッタータイムラグで、シャッター間隔ですね、いずれも写真を撮ることに必要なレスポンス、これを速くしています。はい、オートフォーカススピードだけじゃなくて、いろいろなレスポンスが速くなっています。他的反應都變快了、それから X100S については14ビットロー記録ができるようになりました。これによって豊富な、ディテールが出すことができます。これ参考までにですね、ちょっと香港の夜景を撮ってみたんですが、今この ISO4、 この部分をピクセル等倍と 100% に拡大しています。ちょっと本当に見にくいと思うんですけど、左が400で右が800です、ね、はい、で今変えたのが1600、はい、で今これで6400なんですね。常に左側が400です。でもう一回最初ね、これ800、これ1600、はい、これ6400、はい、今回は高感度のノイズが非常にクリアになっています。現在它就是它的高感度它的这个画质还是非常清晰的。ですので今までのカメラよりも一段、感度がクリアです。相机还要更加的清晰。ぜひ皆さんがこれからカメラの評価をするときですね、この6400で撮ってみてください。请大家等一下可以试试看用高感度6400的设定来拍摄照片。大体今までの3200ぐらいの画質になっています。它就会它的画素是3200的画素。はい。続きまして、信号処理のもう一つの技術紹介します。还有就是信号处理的技术，现在要跟各位介绍。実はこれが本日皆さんに一番。ご理解いただきたい重要な技術なんです。はい、それは初めて見る名前だと思いますが、レンズモジュレーションオプティマイザーと言います。はい、ちょっと難しい説明はなるべく省きますけれども。とにかくシャープネスを上げる、そういう技術なんです。这个像这项技术就是会把影像更锐利化、はい、更清晰。ちょっとまた難しい説明書いてあるんですか。这个可能是写的比较难。はい。いずれにしろまずレンズモジュレーションオプティマイザーというのはローパスフィルターレスに続く新しい富士フイルムの技術です。这个是我们之前的无低通滤镜的技术的再进一阶的镜头优质调制优化技术。どういう技術かというと、まずお客さんの不満点ですね。这个就是客人他不满意的地方。はい。F8 とか F16 に絞ったときに本当はシャープになってもらいたいものがボケてしまう現象、これを解説現象といって、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。これは光学的なフィルム時代からある光学的な問題で解決できません。これは从底片相机时代开始的问题后没有办法解决。なので、カメラマンは絞ってシャープに映したくてもボケてしまうので諦めないといけない。でも今回の富士フイルムの技術によって
この解説現象というものを回避、避けることができます。它就变得说可以，它可以去避免这个衍生的现象。これは解説現象を発生させる、図なんですね。はい、要するに、絞りが小さくなると光が波紋を描いて、このようにボケてしまうですね。で、写真家は本当は F2 から F16 までどの絞りも使いたいんですけど、小さく絞り込んでいくと、この光のにじみが出てしまいます。これは必ず規則的に起きる光学的な現象です。はい、ですが富士フイルムはレンズとセンサーを同じ会社で開発しているメーカーです。ですから今の解説現象が起きるデータを全て把握することができます。そのデータを信号処理に入力します。ですので今度の新しい信号処理によって解説現象を元に戻す、これを一瞬のうちにやります。ですからシャッターを押した瞬間にこの計算が行われて、はい、それで、解説現象のない写真が撮れます。所以就变成他就是其他家他都没有办法达到的。まあ、作例、まあ、見にくいかもしれないですけど、こういうシャープに撮りたい写真が F16 だと、解説現象でボケてしまいます。それを今回の信号処理で、復元させるという技術。はい、これをレンズモジュレーションオプティマイザーと言います。はい、これは写真家が今まで諦めていたことを救う画期的な技術です。でこれはスクリーンがやっぱり解像度が見にくいので、あちらにプリントを用意してきました。あのプリントを見れば 100% の人が今まで分かってくれてます。このプレゼンテーションの後に私が向こうで説明しますので、よかったら聞いてください。で今までは、デジタルテクノロジーについて説明しました。これからはですね、新しい撮影機能をご紹介します。現在我要为各位介绍新的摄影的功能。はい、まず一番最初はアドバンストフィルム、フィルムシミュレーションモードです。接下来是底片模拟的是。はい、富士フィルムはフィルム、たくさんのフィルムのシミュレーションモードを持っています。我们本来就拥有富士软片，本来就拥有了我们的很多底片模拟。今度 そこにプロネガスタンダードとプロネガハイを2つ追加しました。はい、これはカラーネガフィルムのような階調再現をします。カラーネガフィルムのような再現をします。はい、X-Pro1 や X-E1 にも載っています。で今全部で10種類のフィルムシミュレーションモードが選択できます。続きまして、アドバンスドフィルター。就是进阶滤镜。富士フィルムのアドバンスドフィルターは今回8種類あります。我们这一次有八种进阶滤镜模式。はい、一度 X10 でファームアップをしています。曾经我们之前有 X10 针对 X10 做正体的升级。それに加えてソフトフォーカスとローキーを追加しました。那个时候我们就增加了柔焦模式，还有低。ソフトフォーカスとローキーね。はい、
で、これらのアドバンスフィルターを、X シリーズの高画質で撮ってもらいたい。这个希望就是大家可以运用这些模式，然后拍出高画质的。こういうアドバンスのフィルターは遊びの感覚で使う機能かもしれません。可能就是大家可以运用这些模式，然后去展现更广泛的表现，摄影表现。特に曇り空などの条件が悪い時に。比如说像天气不佳、阴天的状态下。はい。撮影することを諦めるのではなく、こういったものを楽しんでもらいたい。在天气不好的状况下，不是放弃摄影，而是可以运用我们的滤镜模式来玩。これはトイカメラ。这是玩具相机。はい。これはダイナミックトーン。这个是那个动态色调。こういうもので表現の幅を広げたいと思っています。希望可以拓展那个表现的领域。3つ目の撮影機能は多重露出です。これはぜひ皆さん、今日も試してもらいたい機能ですね。多重露出は1枚目の写真に重ねて2枚目を撮影するという技術です。多重曝光就是第一张然后重叠第二张的照片。多重露出には3つの方法があります。多重曝光有三种方式。一つは1枚目と2枚目を別々の写真を撮って重ね合わせる方法ですね。第一種方法就是各拍一张然后把它们横向重叠起来。で2番目の方法は1枚目がシャープ、2枚目がぼかして、3枚目これファンタジック。第二张拍锐利的，第二张拍模糊的，然后再把它整合在一起。で、特に面白いのは3番目の方法です。第三个方法是非常有趣的方式。これは1枚目を撮影して。2枚目の時カメラを逆さまにします。这就是我们拍完的第一张照片之后，我们用相机就是颠倒然后拍第二张照片。そうするとこのようにシンメトリックな写真が撮れる。然后就变成这样子上下颠相反的。これは日本のプロ写真家が紹介してくれました。这个是我们的日本专业的摄影家告诉我们的有趣的拍法。アドバンスドフィルターも多重露出も日常以外にこういう面白い作品を撮って楽しんでもらいたい。希望各位就是可以利用进阶滤镜，还有我们的这个多重曝光的功能，然后享受拍照的乐趣。それから光学ファインダーで多重露出ができるのはとても珍しいです。用光学观景窗窗拍摄多重曝光下的相机是世界只有的。一枚目に撮った画像が光学ファインダーに浮かぶ、とても不思議です。那就是说，在您拍拍摄完的第一张照片，在光学观景窗显示是非常非常特别的。これは世界で X Pro 1と X100S の二機種しか撮ってきませんので、ぜひ、やってみてください。这是世界仅有，就是 X Pro 1还有 X100S， 它仅有的。やり方は富士フイルムのスタッフがいますので。那做法的话，操作方式就是可以请教我们。分からない人は聞いてください。工作人员，那如果您有不了解的地方，请您可以发问。では次に X20 の特徴を説明します。那我要跟各位介绍 X20 的特征。X20 は50以上の進化を遂げています。那 X20 它已经进化了50个以上的。それでもレンズはすでに究極のレンズを使っているので変える必要が全くありません。我们的镜片已经是非常非常的高，非常非常优秀的了。我们这一次不需要去变更。はい。ですので X10 と同じレンズを使っています。所以我们使用的是跟 X10 一样的。はい。進化した一番の特徴はアドバンスド光学ファインダー。再来就是我们进化的部分，就是进阶的光学观景窗。これは多くのお客様の要望に応えて表示できるようにしました。多数的使用者他们的想法意见，然后把它设计成这样子。このプリズムの中にわずか 0.1 ミリの幅に。那我们在三棱镜的那个中间只有0.1ミリ的空隙。デジタルトランススクリーンという最新鋭の液晶パネルを入れてます。我们放了一个 digital transcreen 的一个液晶面板。これによってシャッタースピードや絞り、那就是快门速度，还有光圈，撮影モード，还有摄影模式，露出補正，还有就是曝光補償，それからオートフォーカスサイン，还有自动对焦。そしてどこにピントが合っているかが分かる枠が出ます。那您就会知道呢对焦的部位在哪里。
これはあの X10 からの大きな進化点です。でこのクラスのカメラで光学ファインダーに表示ができるものはこれしかないです。那在于这种阶级的数位相机来说，只有这一台办得到。でこの色は外では黒、室内では緑に変わります。在外面的话，它的外面は黒。那这个外面的话，它的线是黑色的。那在室内的话，它的线是绿色的。周りの明るさを感知して、一番見やすい色になります。它就是会针对，它会配合比较容易看的颜色。それからアイセンサーが入っているので、自動的にファインダーと LCD が切り替わります。それから操作性の改善点ではクイックボタンをつけました。これは今 X シリーズで大変皆さんご好評いただいています。あとはメニューのページを増やしました。これも操作性を向上させています。あとマニュアルフォーカスの時にフォーカスピークハイライトを入れています。あと外観も少し進化しています。まずご覧のようにシルバーバージョンが追加されています。これでさっきのデータのようにより幅広い層がお客さんになってくれると嬉しいです。如果说因为我们增加了一个颜色，希望可以再增加更多的使用者。特に若い女性と台湾の人はシルバーが好きと言われています。尤其是像女生哈，还有就是我们台湾的使用者还蛮喜欢银色。本当かどうか私には分かりません。是不是真的我不晓得。それからさまざまな改善点を述べています。はい、例えば塵やほこりが入らないようなレンズの、あと外部マイクが使えるようにしたりなってます。それからここはぜひですね、皆さんに現物を見ていただきたいフィルターとフードです。はい、今まで X10 のフィルターは直接レンズにつけられないと言われてました。 X10 它是没有办法直接装好滤镜。そのために私たちは専用のフィルターを発売します。因此我们就是增售了这个保护滤镜。はい、このプロテクトフィルターとレンズとレンズキャップ全てセットでワンセットで別売りを用意しています。我们另外有安排。この会場の中にもですね、いくつか、その装着したモデルがありましたね。こちらがレンズフードと、はい、フィルターを装着した形です。はい、こういうのはカタログにはあまり載ってないんですね。ですから皆さんが製品写真を撮られる、ここで撮られるんだったら、ぜひこういうフル装備のものを撮られると、貴重な写真になっていいと思います。私たちはデザイン的にはこれはトータルで一番完成された姿だと思ってます。那我个人觉得全部把它装上去的感觉是最棒的。はい、次は XF-S の特徴ですね。ご覧のようにたくさんの改善を入れています。まず最初はハイブリッドビューファインダーですが、これは X100 の時から大変特徴的な仕様です。よく画質のことしか話さない人がいるんですけども、はい、X100 はとにかくこのファインダーが切り替えられるというのが、唯一の特徴、ものすごい特徴なんです。那我们的这个 X 系列就是观景窗，它可以自己来做切换。この光学ファインダーと電子ビューファインダーを簡単に切り替えることができる。これが一番です。はい。その中の電子ビューファインダーの画質を上げました。はい、144万画素から235万画素になっているのでとてもクリアです。
ですね。那我们就是提升从144万到235万套数。で、光学ファインダーの方は完成度が高いので変える必要がありません。光学观景窗它的画素已经非常高了，我们就没有做改变了。なので、X 役と同じ光学ファインダーを持っています。所以这个是跟 X100 的光学观景窗是一样的。はい。それからマニュアルフォーカスも新しくなりました。对焦也是有新的三样。はい。3種類のマニュアルフォーカスを選べます。您可以選擇3種手動對焦的方式。まずはスタンダードモード、オールマイティですね。首先就是標準模式的手動對焦方式。この内部構造を変更して、我們就是變更了裡面的構造。ピントリングを回す感覚がとても自然になりました。那那個我們在對焦環好的那個感觸這些操作上都變得更好了。それから X20 と同じようにフォーカスピーキングも入れました。還有我們有峰值對焦的這個功能。フォーカスピーキングは被写体のコントラストを、就是那個快門的那個對比、黒い線と白い線で縁取ります。はい。ですので色をつけるよりもよりクリアにきれいに見えます。弄了颜色上去，所以会让对焦更清晰。これでマニュアルフォーカスのピントの目安にしてもらいたいと思います。这个大家就可以选择这一种对焦方式，这样子可以知道自己有没有对好焦。で、3つ目のマニュアルフォーカスは、就是数位列像デジタルスプリットイメージです。はい。これは世界唯一のカメラです。这个是世界唯一的。デジタルスプリットイメージはこの位相差画素のエリアを使います。先ほどオートフォーカスを速くするために位相差画素があると説明しました。でもその位相差画素の部分を画像に置き換えたもの、それがマニュアルフォーカスでできます。那我们在手部对焦的话就是有数位列像对焦。位相差画素というのは画像を右と左に分ける特徴があります。右と左のを分けた画像を真ん中に表示できます。それを4本の帯に分けてスプリットして表示しています。でピントがあった時には直線になるように。これは昔フィルムカメラにあったスプリットフォーカスと考え方が同じです。でこれは位相差画素がこの部分にないと、できないです。で、富士フイルム唯一の技術で、この X100S でしかできません。ぜひこれをですね、今日皆さん試していただきたいと思います。このマニュアルフォーカス方式を使うと、一番、ピント合わせが正確になります。特に EVF で拡大するのが一番正確です。そしてこのようにマクロなど近接撮影にデジタルスプリットイメージは向いています。はい。あとマニュアルフォーカスは、動画の時もできます。それからマクロボタンを押さなくても21センチまでピントが上がりました。最短撮影距離10センチは変わりません。最短撮影10センチ。それから外観の改善というのもいくつかやっています。まず X100 ユーザーしかわからない微妙な違い。このファインダー切り替えでは少しだけ変更します。
それから前面のロゴをシンプルにして S バッジを入れてます。これはデザインを変えずに、違いが分かるようにしている秘訣です。あとダイヤル類が、安易に回ってしまう、簡単に回ってしまうというご指摘もいただきました。那以前我们有收到说啊 ，X100 它的那个转盘很容易去碰到去做改变。本当はロックボタンを入れればいいのかもしれませんが、そうするとデザインを変えてしまいます。可能就是那个要有一个锁键，但是如果这样子的话，它的那个转盘也会变得比较大。ですので私たちは内部構造を変更しています。那我们就把它的内部构造做改变了。その結果このダイヤルが硬くなってます。所以说现在我们的这个转盘变得比较不容易被改变，もしくはこの A と4000の幅を少し広げたり、この場所によって力を変えたりして調節をしています。他们会针对你的操作的力道来做这个距离的调整。この露出調整ダイヤルも、親指一本で操作できるギリギリの硬さに調節しています。我们也是把它就是设计成只要用右手拇指就可以轻松的转到你要的那个位置。それからシャッターカウンター10万回分のシャッターカウンターを搭載しています。那我们这边有快门计数器。でこれはレンズシャッターで10万回の、テストをクリアしています。那我们已经通过了。10万次的操作测试。それからファインダーにもよりゴミが入りにくい設計にしました。那我们的观景窗也变得不容易好进入灰尘。あとこのカメラを人に貸すと大体指紋がついて返ってきます。那如果你去弄碰触的话，它的指纹也很容易去沾到。なので特殊なコーティングをして指紋がつきにくい。特殊的涂料。ものになってます。让指纹不容易附着在上面。でたとえ指紋がついてしまっても拭き取りやすくなってます。如果说不小心按到指纹的，但是它还是很容易擦拭。これもフジノンの特殊なコーティングのおかげです。这是我们富士隆的防护涂料。それからストラップリングの内側にステンレスを入れて強化してます。那我们的连接环也用不锈钢来强化了。それからフォーカススイッチの位置も変えました。我们对焦切换点的位置也改变了。はい。これはよく使われる AFS。AFS はシングルという意味ですが、AFS とマニュアル S をマニュアルフォーカスを上と下に配置しています。あと、フラッシュ、ホットシューをストロボが入りやすいように斜めに切ってます。那它在于特靴座的部分，它把它弄得比较斜一点，然后让装置更顺利。それにフロントリングも 0.3 ミリ厚くして、外しやすいようになってます。前方转环我们也增加了 0.3 mm 的厚度，让它装置取向更容易。あとオートフォーカスターゲットを選択するボタン。还有就是选择自动对焦的按钮。今まで左側にあったんですが、今度右側に移動させました。那现在我们把它放在右边。これは、X ユーザーから一番、要望の多かった改善点です。これによって親指でボタンを押して簡単にオートフォーカスターゲットを変更することができます。それからメニュー OK ボタンが押しにくいと言われています。还有就是有人说我们的那个 OK 选单键吼不是很好按。なので少し高さを上げて。那我们就提高一点高度。カーブをつけるようにしました。然后就是把它做的有点曲线。それからクイックボタンは間違って押しやすいと言われます。那有一些人会觉得说那个快速钮。ですので、不意不小心被按到。逆に高さを低くしてフラットな形状にします。变得比较平。それぞれ 0.3 ミリ、0.4 ミリという非常に微妙な改善です。但是我们非常非常微妙的改变。でもこの微妙な改善によって効果は大きいと思います。但是这些虽然只是微妙的改变，但是它的效果却是非常大的。はい。それからクイックメニューと、たたむメニューも一緒に入れてます。はい。私たちはこれらすべての改善をユーザーから聞きました。我这些都是我们听取了消费者他的意见来改进的。
もちろん皆さんが書かれる記事の中での要望。当然还有大家他写下来的那个。それからウェブを通じてのお客様の声。还有接透过网络上面。それから時にはプロ写真家から直接私たちにリクエストをもらう。直接听取的意見。で、X100 を出してから2年間、私たちはずっと研究してきました。那从推行的 X100 到现在两年多了，那我们一直都听取大家的意見。はい。そして、ソフトウェアではできないハードの部分を、所办不到的部分、硬体的。今すべて改善します。所有全部一次把它解决。これがデザインを変えずにできる、変更点のすべてです。这个就是我们不改变原始的设计，但是还是有这么多的进化点。これは特に今までのカメラを X100 や X10 を使ってた方はよく違いがお分かりいただけると思います。那如果说您是使用 X100 跟 X10 的使用者的话，那您一定会了解有多么的不一样。あとアクセサリーはレザーケースを少し改良しています。我们的皮套也改良了。はい。底蓋を開けることで。バッテリーやメディアが取り出しやすくなってます。因为它的底座是可以打开的，所以您不需要取下皮套就可以更换电池跟记忆卡。あ、で、さっきの X20 もそうなんですけども、刚才的 X20 也是一样。新しく出す X アクセサリーはすべて今までのカメラにも使えます。我们现在新推出的周边配件，以前的相机也是可以使用的。それがデザインを変えないことのお客様にとってのメリットだと思っています。这就是我们不改变设计，然后对使用者也是很贴心的。はい。これが最後のページです。这是最后一页。ぜひこの機会にワイドコンバージョンレンズをご紹介したいです。希望可以跟各位介绍我们广角接近。このワイドコンバージョンレンズは X100 専用で 35mm から 28mm になります。これは X100 专用的从 35mm 到 28mm。 これがワイドコンバージョンレンズを装着した装上了广角镜之后的カメラの姿で、これは X100 をデザインしたデザイナーがワイドコンバージョンレンズのトータルでデザインしました。这个是设计 X100 的设计师，他也一起设计了这个广角镜头。で、このワイドコンバージョンレンズをつけると、ワイドコンバージョンレンズモードオンにすると、ファインダー表示も OVF、EVF がデザイン変更されます。那它在那个光学还有电子观景窗上面也是会有。それで。ワイドコンバージョンレンズを使うと画質が落ちると思っている人がほとんどですが、几乎所有人都会觉得装上广角镜头之后画质也会被牺牲的。このワイドコンバージョンレンズは、但是这个广角镜头画質が一切落ちない驚きのレンズです。完全不会破坏掉原来的画质。それは X100 は高画質を目指すカメラですから。这是因为我们 X100 是追求最高画质的关系。ワイドコンバージョンレンズをつけることで画質が悪くなることは許されません。我们绝对不允许装上了广角镜头之后会牺牲掉画质。ので、私はこれをもう一本の交換レンズと呼びたい。所以我想要把它称为一个可以交换式的镜头。普通の交換レンズは交換するときに交換式镜头マスターレンズを外さないといけません。必须要把主体的镜头也取下来才可以使用。でもこのワイドコンバージョンレンズは外す必要がなくてただつけるだけです。それで画質が全く劣化しないので、レンズ固定式で、制限があるレンズ固定式のカメラにももう一つのレンズ交換ができると、こういうふうに考えてもらいたいと思います。所以希望大家可以想象，就是这个是一个固定式的镜头的相机，但是它同时也是可交换式镜头。はい、このワイドコンバージョンレンズは X100 を発売後1年して発売してます。这个镜头是贩售了 X100 推出100之后一年所推出来的。これもお客様の要望によって出したんですけど。这个也是听取顾客的意见所推行出来的。やはりすでに X100 を購入されたお客様にこのワイドコンバージョンレンズの情報が届かなかった。但是有一些已经购买 X100 的使用者，他可能不是很清楚有我们有这个广角镜头。だから今この新製品のタイミングがワイドコンバージョンレンズを
紹介するとてもいい機会だと思います。所以这个是介绍我们广角镜头非常好的时机。でユーザーにとっても大変メリットのあるレンズですので。因为这个对于使用者来说也是拥有非常大的优点的。はい、ぜひ皆さんもこのトータルで完成されたデザインの写真をお撮りいただきたいと思います。希望大家可以拍摄就是我们装上广角镜头的相机。あとさっき進あの変えてはいけないデザインを維持して進化させていくとご理解いただきたいと思います。以上長くなりましたが、あとはぜひ皆さんが使っていただき